皆さんこんばんは、任天堂の岩田です。今日は任天堂本社7階にある大会議室からお届けしています。今月末にはここで株主総会が開催されることになっています。本日はロサンゼルスで今から5時間後に開幕する E3 に出展するタイトルを中心に皆さんに直接お届けします。 E3 開催に合わせた全世界同時中継ということで、今回も日本の皆さんには夜遅い時間にお付き合いいただくことになりますが、どうぞよろしくお願いします。まず最初にこの映像をご覧ください。新しい冒険の舞台はカロス地方。美しい世界がどこまでも広がっている。ここには新しいパートナーとなるポケモン、そして見たことのない野生のポケモンたちが息づいている。18種類目の新しいタイプ、フェアリータイプが登場。ニンフィアをはじめ、さまざまなポケモンが新たにフェアリータイプに。ドラゴンタイプに効果は抜群のタイプの登場で、バトルがさらに奥深く。そして新しい遊び、ポケパルレ。撫でたり、お菓子をあげたり、ポケモンをいろいろな方法で可愛がって絆を深めることができる。小さいポケモンはもちろん、大きいポケモンも。君が同じ仕草をすればポケモンが喜ぶことも。ポケットモンスター X、 ポケットモンスター Y。 ただいまご覧いただいたように、ポケットモンスターシリーズの最新作ポケットモンスター XY では、新たな舞台、新たなストーリーで新たなポケモンたちと出会えるだけでなく、新たなタイプであるフェアリーが追加されることでバトルの戦略が変化したり、ポケパルレと呼ぶ新しい遊びではポケモンを可愛がることでポケモンとの絆を深めることが可能になるなど、いろいろな新要素、新機能が追加されて大きくパワーアップしています。他にもまだまだ多くの新要素、新機能がありますが、これから順次お知らせしていきますので続報をお待ちください。10月予定とお伝えしていた発売日が決定しました。ポケットモンスター XY は10月12日世界同時発売予定です。次のタイトルです。こちらをご覧ください。
今ご覧いただいたのはスーパーマリオの 3D アクションシリーズ最新作スーパーマリオ 3D ワールドです。任天堂 3DS のスーパーマリオ 3D ランドで確立した誰でも遊べる 3D マリオのスタンダードがさらに大幅にパワーアップしました。ご覧の通り本作では 3D マリオで初めて最大4人までのマルチプレイが可能になりました。プレイキャラクターはマリオ、ルイージ、キノピオ、そしてピーチ。ピーチの場合、少しの間だけふわふわと空中を漂うことができたり、キノピオの場合はスピードが速いなど、各キャラクターにはスーパーマリオ USA のように異なる特徴があります。協力したり邪魔をし合ったり、マルチプレイならではの新しい 3D マリオがお楽しみいただけるようになりました。そしてひときわ目を引く新しいパワーアップがタイトルロゴのモチーフにもなっている猫マリオです。猫マリオでは壁を登ることができたり、爪で敵を引っかいて倒したりと新しいアクションが可能になりました。3D マリオの最新作スーパーマリオ 3D ワールドは2013年末発売予定です。次のタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Wii U 向けに開発中のマリオカートの最新作がマリオカート8です。今作マリオカート8はコースの中に反重力を取り入れていることが大きな特徴になっています。垂直にそそり立つ壁を登ったり、真っ逆さまの状態で天井を走るなど、これまでにない立体的なコースをマリオたちが自在に駆け抜けます。前作マリオカート7の滑空や水中走行、マリオカート Wii で登場したバイクも復活し、これまでのシリーズの要素をたっぷり詰め込んで開発を進めています。マリオカートの大きな魅力でもある通信対戦もシリーズ最高の充実度を目指しています。同じ時間を共有する通信対戦だけでなく、ミーバースを活用した交流で遊ぶ時間が同時でなくても世界中のいろいろな人とマリオカートの楽しさを共有できる仕組みも準備しています。マリオカート8は
2014年春発売予定です。次は Wii Party シリーズの最新作 Wii Party U についてですが、定番のスゴロクはもちろんのこと、Wii U ゲームパッドやリモコンをユニークな方法で操作するパーティーゲームに加え、 Wii U ゲームパッドだけで手軽に遊べるポケットゲームと、バラエティ豊かな新作のミニゲームを合計80種類収録予定で、 Wii U ゲームパッドを生かした様々な遊びをボリュームたっぷりに詰め込んだ、年齢、性別、ゲーム経験を問わず誰もが遊べるパーティーゲームの決定版とすることを目指して、現在開発は大詰めを迎えています。1月の任天堂ダイレクトでは今年夏の発売に向けて開発中とお伝えしておりましたが、発売までもう少しだけお時間をいただきたいと思います。また同じく1月の任天堂ダイレクトで2013年春から夏の発売とお知らせしていた Wii Fit U ですが、新規に追加したフィットメーターを活用する新機能などをより充実させた上で皆様にお届けするため、こちらについてももう少し開発にお時間をいただくことにいたしました。 Wii U の発売以来一度お伝えしていたソフトの発売予定を守ることができず、楽しみにお待ちいただいていた皆さんには大変申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちいただきますようお願いいたします。 Wii Party U 並びに Wii Fit U はともに2013年内に発売予定です。ところで1月の任天堂ダイレクトでもご紹介しましたように、ミーバースには腕によりをかけた素晴らしいクオリティの手書きイラストを投稿していただいています。ミーバースのサービスを実際に始めるまでこれほどたくさんのイラストが投稿されることは予想できませんでしたから、実際に起こっていることにとても驚いているのですが、では皆さんにもっと表現力豊かなお絵描きツールを用意できたら何が起こるのだろうかと考えて開発チームに依頼を出したソフトがあります。こちらです。Wii U で現在絵心教室の開発を進めています。絵心教室として完成するのはまだ少し先のことですが、今のミーバースコミュニティの様子を見ていると一刻も早くお絵かきツールを用意する価値があると考えました。そこでこの絵心教室の機能を一部切り出してミーバース上に手書きで描いた絵を投稿できるツールソフトを Wii U の Nintendo e ショップのダウンロードソフトとしてこの夏に発売することにしました。このソフトですが、最初は鉛筆、色鉛筆、パステルといった画材のみが使える仕様で、 Wii U ゲームパッドで描いた絵のスクリーンショットをミーバースに添付して投稿するだけのシンプルなツールとして仕上げる予定です。手書きイラスト職人の皆さん、ぜひこのツールソフトを使ってあっと驚くような手書きイラストをミーバースに投稿して私たちを驚かせてください。配信日、価格、内容に関する詳細については後日改めてお知らせします。さて続いては Wii U 版ゼルダの伝説風のタクトの続報です。1月の任天堂ダイレクトでプロデューサーの青沼さんから風のタクトを HD グラフィックにした静止画をご覧に入れながら、Wii U でのリメイクに至った経緯についてご説明させていただきましたが、今日は映像をご用意しましたのでこちらをご覧ください。
ご覧いただいた映像は Wii U で実際に動いているゼルダの伝説風のタクトです。 Wii U 版の風のタクトは大きな画面で色鮮やかな風のタクトの世界を余すことなく楽しんでもらうためにグラフィックを 1080p のフル HD で描画しています。加えて Wii U のシェーダー機能を生かした表現力の向上とテクスチャーの一新も相まってまるで世界ごと生まれ変わったようなそんな手応えを感じながら開発を進めています。物語の舞台は広大な大海原です。タイトルにもなっている風のタクトと呼ばれるアイテムで風を操り世界中に点在する島々を冒険します。またテンポよくゲームが進むようにいくつかの調整も加えています。さて今日はもう一つゲームキューブ版からの変更点をご紹介します。オリジナルのゲームキューブ版ではシリーズでもおなじみのチンクルという名のこのキャラクターからゲームボーイアドバンスを接続してアシストプレイができるチンクルシーバーというアイテムをもらうことができました。さすがに Wii U と2001年発売のゲームボーイアドバンスを接続いただくわけにはいきませんのでチンクルが関係するアシストプレイは Wii U ならではの機能を使った遊びに変更することにしました。チンクルからチンクルボトルというアイテムをもらうとボトルに手紙を入れて海に流す感覚でミーバースへの投稿が行えるようになります。投稿されたさまざまなコメントは他のユーザーが遊んでいる風のタクトの世界の海岸に流れ着きます。チンクルボトルのコメントには写し絵の箱という写真機のようなアイテムで撮影したゲーム画面の写真も付けられますので例えば写し絵を使ったサブイベントを進める上で他のリンクたちと協力し合うこともできるようになります。チンクルボトルをどんどん活用して同じ風のタクトで遊んでいるリンク同士で一緒に冒険する新しい感覚を体験いただければと思います。 Wii U で生まれ変わった風のタクトゼルダの伝説風のタクト HD は9月26日発売予定です。次に風のタクトよりも先に発売するゲームを紹介します。プラチナゲームズの神谷秀樹さんが手掛けるザ・ワンダフル101です。本作は地球侵略を開始した宇宙からの侵略者あいつはゲスジャークを相手にリーダーのワンダレッド率いるヒーローたちが戦いを挑むアクションゲームです。ヒーローたちの武器はユナイトモーフと呼ばれる合体して巨大な武器に変身する能力です。ユナイトモーフはゲームパッドの画面に特定の図形を書くことで発動します。大きな図形であればあるほど多くのヒーローたちが合体しより威力が強まる。ショップではゲーム中に手に入れることができる大パーツを使ってさまざまなスキルやアクションを購入し追加することができます。敵の攻撃を弾き返すユナイトガッツなど新たなユナイトモーフを入手すればさらに多彩なアクションを繰り出すことができるようになります。本作は最大5人までの協力プレイに対応したモードも搭載されています。それぞれのプレイヤーがヒーローたちを率いて大乱闘を繰り広げます。ザ・ワンダフル101は8月24日発売予定です。本作に登場するさまざまなアクションやゲームシステムに関するより詳しい情報は発売日が近づいてからザ・ワンダフル101ダイレクトという形でお届けする予定です。次は本日初めてご紹介するタイトルです。こちらの映像をご覧ください。Woo!
今ご覧いただいている映像は Wii U 向けに開発を進めているドンキーコングシリーズの最新作です。ドンキーコングシリーズはスピーディーでパワフルなアクション性やダイナミックなステージギミックなどが特徴の横スクロールアクションゲームで、この度約3年ぶりに Wii U 向けに完全新作として発売することになりました。今回の冒険ではドンキーコングたちが住むドンキーコングアイランドが北の海からやってきたバイキングに乗っ取られてしまいます。奪われた島を取り戻すため、ドンキーコングたちは他の5つの島を巡る冒険の旅へと出発することになります。本作は Wii U 向けタイトルとしてシリーズとしては初めて HD 画質に対応し、これまで以上に高精細で豊かな表現が可能になりました。ドンキーコングの毛並みもこの通りふっさふさです。また前作との大きな違いの一つがカメラアングルです。本作では横からのアングルだけでなく、ステージによってはカメラを回転移動させることでダイナミックで迫力のあるシーンを表現しつつ、ゲームプレイの面でも新しい体験をお届けします。そして本作でもパートナーキャラと協力して進む2人同時プレイが可能になっているのですが、今作ではおなじみのディディコングに加えてディクシーコングもプレイヤーキャラとして復活し、ドンキーやディディとはまた異なるアクションを楽しめるようになり、さらに遊びの幅が広がりました。これ前作ができた時にレトロスタジオの方にいただいたんですけど、今日まさか裸にネクタイってわけにもいかないので、今日はこれは使わないことにいたしました。正式タイトルはドンキーコングトロピカルフリーズに決定しました。詳しいゲーム内容や発売時期などはまた別の機会に改めてお伝えする予定ですので、続報をお待ちください。次にご紹介するのはプラチナゲームズさんが開発中のベヨネッタ2です。プラチナゲームズさんに新しい映像をご用意いただきました。これまでの映像では主人公ベヨネッタの後ろ姿しかお見せしていませんでしたが、今回はどんな姿を見せてくれるでしょうか。ご覧ください。いかがでしたでしょうか。前作では長い髪が特徴だったベヨネッタですが、今作ではご覧のようにヘアスタイルやコスチュームを大きく変え、イメージチェンジしていますね。今回は初公開となる実際のプレイ映像もご覧いただきます。新たな能力も加わり、
ベヨネッタの特徴である息をもつかせぬクライマックス感のあるアクションがさらにパワーアップしています。ベヨネッタ2は2014年発売予定です。ベヨネッタの新しい能力などより詳しい情報は E3 期間中にも追ってお伝えする予定です。続報をお待ちください。次はこちらをご覧ください。モノリスソフト高橋哲也さんのチームが手掛ける最新作はゼノブレードの開発経験を生かして広大な世界をシームレスに冒険するゲームとして制作が進められています。今回の映像ではこのオープンワールドでの冒険の一端を感じていただけたかと思います。ちなみに映像の中で登場した人型のロボットはドールと呼ばれ、プレイヤーは冒険の途中からこのドールに乗り込んで空を飛んで移動したり未知の敵たちと戦ったりすることができるようにもなります。高橋哲也さんチームの最新作は2014年発売予定です。続報をお待ちください。最後にこちらをご覧ください。
このダイレクト終了後に大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS 4 Wii U の公式ホームページおよびミーバースの特集コミュニティを開設します。ぜひご覧ください。大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS 4 Wii U は2014年発売予定です。この後 E3 の体験会場がオープンします。まだ会場前ですが、本日の中継をご覧の皆さんを E3 の任天堂ブースにご案内します。ご覧ください。ロサンゼルス時間で火曜日の昼12時から、日本時間では水曜日の午前4時になりますが、ロサンゼルスコンベンションセンターの E3 展示ブースがオープンします。今私はロサンゼルスコンベンションセンター内の任天堂ブースに来ています。このビデオはロサンゼルス時間月曜日に撮影していますので、まだブースは完全に仕上がっていませんが、舞台裏を覗くようなつもりでご覧ください。今年任天堂は例年のようなプレゼンテーションを行わず、 E3 で新たな発表形式にチャレンジするということをお話した後、 E3 に出展しないなどという事実と異なる報道もされてしまいましたが、任天堂ブースは例年と同じ大きさで、 E3 のブースの中でも大きなブースの一つです。今回は任天堂ダイレクトをご覧になっている皆さんに特別に E3 の展示会場の一部をご覧に入れたいと思います。ブースには多くの試遊台が並んでいます。 Wii U の試遊台全部で71台あるそうです。 3DS の試遊コーナーも見えますね。新しいゼルダやヨッシー、マリオ&ルイージを体験してもらいます。上を見上げるとこんなものが下がっています。例えば本日発表したスーパーマリオ 3D ワールドやマリオカート8も体験してもらいます。触ってくれた人たちがどんな感想を持つか楽しみですね。ピクミンの周コーナーに行ってみましょうか。ピクミンの周コーナーです。面白いものがありますね。今回のピクミンはオリマーではなく3人のプレイヤーが登場しますが、ここにはアルフと3色のピクミンがいます。来場者の皆さんにはピクミンと記念撮影をしてもらえるようにしました。ショーが始まったらたくさんの人たちがこの任天堂ブースでゲームを触ってくれると思います。きっと実際にゲームを遊んだ方々からいろいろなレポートがされると思いますので、どうぞお楽しみ。今日は夜遅くまで任天堂ダイレクトをご覧いただいてありがとうございました。